コバトンは埼玉県の県の鳥である白コバトをモチーフにした埼玉県のマスコット。埼玉県立川越工業高等学校に在学していた竹越博明によってデザインされた。当初は2004年に埼玉県で開催された彩りの国真心国体の大会マスコットとして登場したものだが2005年より県のマスコット2014年より 県の特命宣伝部長となった。2012年現在、健康奉仕イベント、県関連企業の催しなどで印刷物、グッズ、着ぐるみなどで登場し、県の公式サイトでもトップページで紹介されている。また、民間企業や市民にデザインの仕様が開放されており、着ぐるみの貸し出しも行われている。なお、ここでは、このキャラクターに関連する見どこばも合わせて記述する。 県有施設の壁画マスコットの発表当初は何なのかわからないと言われたが着ぐるみを帯同してのイベントへのこまめな PR 活動と小バトングッズの出張販売により徐々にキャラクターが浸透、知名度が高まった。このグッズ販売の目的には綾野国間心国体の運営資金を得ることがあった。綾野国間心国体開催準備の時期は平成不況の真っただ中で、 会場建設規模を縮小するなど、埼玉県の支出の抑制が図られており、その関係で、国体運営費用の一部を、グッズ販売による収入で賄うことになっていた。グッズ販売の売り上げは、最終的に1億円に達し、収益のうち500万円は、秋季大会開会式当日の夕刻に発生した、新潟県中越地震の義援金に充てられた。 2004年、彩りの国間心国体実施にあたって、西武ライオンズの松坂大輔が、広報インタビューに応じた際、小バトンのぬいぐるみが2体寄贈された。そのうちの1体は、西武のポストシーズンに帯同して全試合ベンチ入りし、同年の西武のパリーグプレイオフ優勝と、日本シリーズ優勝の胴上げにも参加。この時の写真には、監督の伊藤務の胴上げの土作作に紛れて、 コバトンのぬいぐるみを高々と掲げる星野智樹の姿が映っており、全国へコバトンの存在を知らしめることとなった。また、2008年に、西部がパリーグレギュラーシーズンクライマックスシリーズ、日本シリーズ、さらにアジアシリーズを制覇し、監督の渡辺久信が胴上げされた際にも、コバトンのぬいぐるみが再び星野に伴われて、登場した。サッカーでは、 2004年コバトンが国体の PR に訪れた県内球団のうち、浦和レッドダイヤモンズは J1 セカンドステージを制覇しオ宮ミヤ・アールディジャは J1 昇格を達成、L リーグの埼玉レーナスも逆転優勝を果たした。これにより、コバトンは勝利を運んでくるマスコット、勝利の鳥ともされた。この他にも埼玉県内のスポーツ関係イベントで、 コバトンが登場するケースは多い。2007年5月25日、マンシングウェアオープン KSB カップ優勝報告のため、埼玉県庁を訪れた北葛飾郡松伏町出身のプロゴルフ選手、石川亮に、上田知事がコバトンのぬいぐるみをプレゼントした。2008年4月10日、第80回選抜高等学校野球大会、準優勝報告のため、 聖望学園野球部員と監督が埼玉県庁を訪れた際、首相に知事から小バトンの特製ぬいぐるみが贈られた。2008年に埼玉県で開催された、あやが東来る A8 埼玉総体のマスコットとしても、小バトンが採用され、JR 浦和駅西口の駅前広場には、各種競技をしている小バトンのイラストが描かれた広告版が設置された。 埼玉県内のコカ・コーラの自動販売機にはシールが貼られていた。2014年に埼玉県で開催された日本スポーツマスターズ埼玉大会の公式ポスターのモデルとしてもコバトンが採用され、マスターズコバトンとして登場した。立体イラストレーターの菊池智博が制作し、左翼に埼玉の特産品、観光地を抱えた姿となっている。 埼玉県の PR 書類にはコバトンが多く存在し、クールビズ、ウォームビズ、2006年に埼玉スーパーアリーナで行われたバスケットボール世界選手権の県内 PR にも一役買っていた。2005年から2006年3月までの埼玉県広報誌、あやの国だよりではコバトンとジャンケンをするコーナーが存在した。埼玉県内の学校給食では 牛乳のパッケージに小バトンを模したものや小バトンパンなどが存在する。自治体レベルでも、所沢市の施設やポスター、秩父市の和道会地を模した商品券などに小バトンが描かれている。2008年1月下旬、西武三万軽電車が山口県下松市の日立製作所、笠戸事業所から納車された際、小バトンのぬいぐるみが埼玉西武ライオンズの マスコットのレオーと共に最後部の車両の運転台に飾られていた。2008年5月24日に大宮総合車両センターで行われた JR 大宮鉄道フレアイフェア2008ではスイカペンディンと共に受付をした。また埼玉スタジアム2002、ナック5スタジアム、西武ドームなどの埼玉県内の各種プロスポーツチームの試合会場に各チームのマスコットなどと共に たびたび登場している。前日の通り、小バトンの使用は広く認められているが、埼玉県が作成する小バトンデザインガイドマニュアルがあり、小バトンを使用するときはこのマニュアルに掲載されているデザインを使用することになる。マニュアルとは言っても民間に広く開放されている。また、埼玉県のマスコットになった後も、毎年のように新デザインが追加されている。 コバトンのぬいぐるみでは、夏祭りなどを盛り上げるため、コバトン専用のハッピーや、女の子バージョンの衣服などが存在する。本来のコバトンは薄紫だが、埼玉県内の優れた、自然、歴史的景観を守るための運動、埼玉緑のトラスト運動の一環として、コバトンを緑色にあしらった緑バが存在する。緑色と発表されたがどちらかといえば、黄緑色に近い。 2006年に S サイズと L サイズの見どこばぬいぐるみが制作された。このうち S サイズは2006年初夏頃に同運動の一般会員新規入会先着1000人にプレゼントされ L サイズは同じく法人会員に送られた。また2007年初夏には同じく同運動の一般会員新規入会者や紹介者先着1000人に 緑の小バトンと書かれたミドコバのストラップがプレゼントされている。仕様やポーズは一般市販されている小バトンストラップと同じであるが、紐の部分に埼玉グリナリートラストと書かれている。ミドコバの着ぐるみは存在しないが、同運動の PR キャンペーンに小バトンが登場した時、小バトンが L サイズのミドコバぬいぐるみを持っていたり首にぶら下げていたりということが数例ある。 ABC 埼玉県公式サイトコバトン、誕生日は AB コバトンの特命宣伝部長への任命についてなお、埼玉地が登場した2015年以降は埼玉、マッチにも年賀状が届いており、2015年は7通、2016年は34通、2017年は27通、2018年は22通、2019年は15通、届いた。また、 コバトンサイタマッチ当てとして2015年は11通、2016年は139通、2017年は816通、2018年は690通、2019年は588通、届いた。なお、2020年以降は、コバトン当て、サイタマッチ当て、コバトンサイタマッチ当ての合計数を公表する、形に変更している。 リソナ銀行は2003年の設立当初、スタジオジブリ制作のオリジナルキャラクター、響が丘物語を起用していたが、同年5月17日に事実上国有化される際にキャラクター提携契約が打ち切られ、2004年末まで使用していた。コバトン星が誕生さ山のアマチュア天文家が発見、および夜空を見上げれば、そこには、 コバトンが太陽系を回る小惑星コバトン星が誕生兼キャラコバトンも制作着ぐるみ工場全商読売オンライン2011年2月20日配信川内に協力援軍希望かなってコバトン参加所で応援埼玉県の新マスコット埼玉地埼玉県の新マスコットを 紹介します彩りの国だよりウェブ版平成27年1月号2015年1月1日、閲覧秩父皆野町出身で、2013年8月28日から2014年3月31日まで、埼玉県より、埼玉県特命観光大使を務めた。この大会のポスターは、毎回開催地にまつわる、偉人、特産品などがモデルとして登場している。 ありがとうございます。